はい、それでは続きやっていきましょう。極都事変ですよ、と。えっと、女の子が今抜け出していったので、追いかけましょうか。んお、谷崎。まだこんなところでうろついているのか。終わったかと見てき,きてみれば何をしている亡者がいたんだが逃げられた。こっちに来てないか 逃がすとは間抜け目だが見てないな。また探すしかないか。俺は俺の仕事をする。次は逃がすなよ。あ,あ分かっている。なんで谷崎さんこっちに来たんだろう。上司だよね、多分。まあ、上司にしては仲良さそうだけど。この二人はなんか知らないかな。ああマジだ、かじだ。あ、こっち片付いたんだ。 しかしなんか俺もう眠いわ。眠い。だるい。眠いだるい。ええー、女の子どこ行ったんだろう。この先は入りれない。鍵がかかってる。どこ行けばいいんだろう。あれ鏡なくなってんな。 あれこんな廊下だっけ2階は ?3 階行ってみようぜ。んんどうなってんのこれ。変わってないもしかして。理科室あ、変わってないのか。ループしてる感じかなヒント教えてくれい。この先の階段も廊下はおかしい。何か知らないか。道を閉ざしたのは、 賢明な水辺の少女と、臆病な目立ちたがり屋。まずは目立ちたがり屋を探しください。なるほど。目立ちたがり屋を探せばいいということだな。さあどこにいるんだ、目立ちたがり屋。ん待って。目立ちたがり屋なんかいなくないかこっち側に行ったとか。 そういうのもないのかなこのロッカーの中にはいない。どこだろう下かなお邪魔しまーす。このロッカーにもいないな。どこだろう多分いないんだよ。うん。じゃあこの奥。 家庭科室は、来てないですね。来てないのか。そうか、そうか。うーんー、どこだろうどこにいるんだ下かなあれ誰か通らなかったか。おあ、なんか。 通ったやな、通ってないよな、うん。当てにならんな。ね、全く当てになりません。役に立たねえぜ。右、右、右行った右に行った見ちゃいないがなって言ってるけど、当てにならねえな。振り返る。誰もいないな。 これ振り返って、反対行ったのかなそんな気がするね。こっち側かなお。またか。振り返る。なんもいないな。 あいつらのとこにまた通ってったという可能性もあるんじゃないか振り返って。だるい。叩き起こす。さらに叩き起こす。おお、来た。ええー、うそでしょ。ええー、み、味方に、味方に会えられちゃったんだけど。 はい、ということでね。戻ってきたので、いろいろ一回見たけど、なんもなかったんで、二回かな目立ちたがり屋はどこにいるんでしょうか彼の行方、気まぐれにさまよっております。なるほど。一階の端と端を見かけたから、こっち行けばいるんじゃねお、反応あり。振り返ろう。お、足だ。 落ちた。足があるぞ。足だけ浮いてるな。あ、逃げた。あいつか。逃げろー、逃げろじゃない。追いかけろー。えー、っと、あいつここに行ったのかなんなんか書いてある。知恵比べしよう。する。おー。 誰かがケーキを食べた。嘘吐き誰だ。セーブしようか、これ。誰かがケーキを食べた。僕、悟る。あけみちゃん食べた。あけみちゃんは、食べた。僕、僕食べた。ケンジ君は、僕食べた。自白しておりますね。ケンジ君食べた。ケンジ君は二人の証言を得ている。 あけみちゃん食べたと言っている。さとるくん。さとるくんはあけみちゃんも食べたと言っている。ひろこは食べてないらしい。僕としお、ひろこちゃん食べた。ひろこは、食べてないと言ってるよね。私しよしえ、二人食べた。二人食べたってことは、 まず、ケンジ君は確定で一人食べたってことでしょで、アケちゃんはケンジ君は食べたって言って、私は食べてないとは言ってないから、サトル君が食べた、あけみちゃん食べたっていうのは当たってるわけで、このひろこちゃんが食べてないと言ってるのは、あ、ひろこちゃん食べてないって言ってて、こいつが食べたってひろこちゃんが食べたって言ってるから、つまり、 嘘ついてるのは、このひろこちゃんもしくは、としおくんなんだろうなぁ、と思う。うん。ので、思うので、としおとしおとしおだ。お、正解した。賢いお前、通してやるよ。お、いいこと教えてやる。上を閉じたやつ、 この先にいる。自分で探せ。よっしゃ。いいですね。普通に解いちゃった。次行きましょう。この先にいる。上を閉じたやつ、階段のことかな階段が、あ開いてないぞ、ここ。誰俺は霧島。 極卒だ。あら、極卒さんご機嫌よ。私は花子だよ。あ、花子さんか。もう一回か回階段を閉じ、閉ざしたのか。そうよ。すまないが、通してくれないかてんてんてん。そうね、じゃあ探し物してちょうだい。リボンなんだけど、なくして困ってるのよね。困ってるのよね。でも探しに行くのもお食だし。 見つけてくれたら通してあげるわ。仕方ないな。リボンか。花子さんは3番目のところにいらっしゃる。リボンなんてどこにあるのリボンなんてあるんですかねリボンどこここかリボン。呼んで出てくるわけじゃないわ。そんな音声認識はないようだ。 うーん、リボン。リボンはないね。ここかなこの先にあるとは思うんだけどね。ロッカーの中に隠されてるとか、そういうわけじゃないのかななんか光ってるものが、どこかに、あ。あ、違うわ、これは。ディスプレイだな。ええー、どこにあるんだろう。 ヒントはどこですかピンクのリボン。ピンクのリボン。ピンクのリボンか。理科室の人に聞いてみるか。何か知らないかい。ピンクのリボンがないんだって。リボン見てないか。私は存じ上げませんが、保健室には収集壁が住むようです。聞いてみてはいかがでしょうか。保健室が、 保健室って最初何もなかったよな。何もなかったんだっけ見たっけあ、こいつ起こしたらやられるからやめておこう。保健室は確かこっちだな。保健室ー。あ、こっち外だった。あ、なんかいる。 こいつか、リボン知らないか。食べ物、俺は持ってないが。わかったわかった。持ってくればいいんだろそこで待ってろ。ええー、ご飯。ご飯が欲しいの。あ、じゃあ、ひらはら、ご飯に <laughs> 持っていきませんかね。持っていけませんかね。あ、なんか持ってる。あ、何もない。腹が減ったなら帰って食べろよ。あ、じゃあ帰ろうか。 え、帰れんのこれ。え、じゃあ、帰って取ってくるか。あ、普通に帰れたぞ。何か手伝う。つまないが、食べ物を持ってないか。食べ物ちょっと待ってて。こいつ優しいな。一番、友好的じゃねリンゴならあったけど、これでいい。お、リンゴゲット。 ありがとう。あれあ、六角さんか。あ、違う人か。谷崎っていうのは違う人か。上司じゃない人ね。あ、ちょっとの上司か。<laughs> ちょっとの上司ってよくわかんないけど。さ、出かけよう。さて、保健室に行って、リンゴをプレゼントしましょうね。 お検室に着いた。その前にセーブしておこう。リンゴ持ってきたぞ。リボンをくれ。お、リボンありがとう。これで探し物は見つかったな。さ、私に行くか。あ、なになにびっくりした。今のなんだ成仏でもしたのかなてか、リンゴを食べたかった。 収集壁のお化けってことさあ花子さん持ってきたぞリボンだぞおちっちゃお前が探していたものだリボン渡したあらありがとう助かったわあなた優しいのねお礼に上の道開けてあげるお開いたぞじゃあねまた明るい髪の毛女見てないか あ、あれね。見かけたわ。上に行ったわよ。どうしたのかああいうタイプは苦手なの。私は素直な子が好きよ。せいぜい頑張りなさい。ってことは、盲者。あの女の人の盲者は素直なタイプじゃないツンデレさんということか。よし、行ってみよう。ツンデレさん、どこに行ったんですかこの上にいるんですかお、図工室。鍵がかかっている。 この上は鍵がかかっている。屋上かなちょっとセーブしておこう、セーブ。トイレにこもってたりしないですかね花子さんいたからもういないとは思うけどな。うん。トイレでべそべそ泣いてるのかと思ったが、そうではないっぽいな。とすると、このロッカーの中にいたりするわけでもない。 なるほど。じゃあ、どこだここかなあ、すごい。机がすごいことに。ここにいたか。もうじゃお前は死んだ。今更逃げても仕方ないだろう。もうじゃ呼ばわりやめて。私はマキよ。ならばマキ、お前の人生は終わったんだ。いつまでも寒いような。なんでなんで追ってくるの私が何をしたっていうの お前を冥府へ送るのが、俺の役目だ。あ、冥府に送るんだ。なるほど。あなたは、あなたは後悔したことある。後悔、後悔私はずっとよ。ずっとずっと。何が悪かったのか、何がダメだったのか。誰も、私を見てくれない。おお、消えた。 逃げ足の速いやつだなあ。あんたが取ったんでしょ私じゃない。嘘吐き、私のノート返てしてよ。泥棒、嘘つき、私じゃない。ひどい、返して嘘吐いても平気なんでしょ頭おかしいもんね。誰も信じてくれない。でも、おかしいのは私 ええー、かわいそうになってきたな、マキちゃんが。なんかマキちゃんみたいな格好してたけど、マキちゃんだったのか。あのロッカーなんかありそうだな。あ。待て待て待て。待て待て待て。早く、追いかけなければ、逃げられてしまう。ちょっとセーブしておこうか。あ、なんか落としてるぞ。 鍵か。鍵を手に入れた。あれ姿ないということは、鍵がかかっているとこ行ってみましょう。屋上かなここ行けない。こっちかなここも行けないか。えー、鍵なんて、あ、下行ったってことはそういうことか。1階に行ったのかな 1>, 1階の何部屋だっけあの職員室だね、たぶん職員室のところに鍵がかかってるとこがあったので下行ってみましょう。下、下、ここだな。あれあいつらいなくなってる。あいつらも追いかけたのかここかなおあ,あいたあいたあいた。 なんかある。校長の顔がいっぱいあんな。うるさい。バカな子。何度言ってもわからないなんて。いい加減にしてよ、クズ。育ててやってるのに。お母さんか、これ。誰に似たのかしら。ああ。どうして生まれてしまったの出来損ないの私。かわいそうになってきたな、なんか。 あれ今のは誰、誰誰誰ちょセーブしておこう。こっち側には、鍵がかかっている。おひらはらか。あ、霧島。なんだじゃねえよ。いきなり金貨か,かけてきたのはお前だろ。えどういうこと俺は仕事しかしてないぞ。寝ぼけたのかえ、なんなの俺ちゃんと起きてたんだけど。 でも、霧島嘘つかないもんな。馬鹿正直だもんな。じゃあ、あれは何面白いこと始まるの何の話ちょっと探してくるわ。何の話だ全くわからんぞ。探してくる。探してくるって、何を探すんですか ?3 階かな。 行ってないところがあるから、そこ行ってみよう。探してくるってどこに探してくんだろう。平原さんどこ行ったんですかねあ、いた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 。この中かあ、違うね。平原さんどこ行ったんだこっち側かな んー、どこ行ったんだろうここか違うか。ここかなここでもないですね。どこ行ったんだろうあ、いた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 。いない。霧島がいねえんだよ、霧島。いるよ、目の前に。<laughs> 俺もいるぞ。んどういうこと あ、もしかして鏡になったあいつが出てきたのかな出てきたのかなもしかしたらそういうことそう考えると、俺が喧嘩を吹っかけてきたというのも納得がいくな。いや、大丈夫だ。ん何か引っかかっている。乱暴な棒やね。 霧島じゃあ誰だっけこれあっ田上か俺を見たかったかお前以外のお前は知らねえなえー、じゃあ谷崎が外にいるからそこかなそれか3階かな1階3階行ってみるかあなんか開いてる ちょっと待ってセーブセーブセーブ深い穴だって入ってみようえな、ー、にこれろうそくがいっぱいついてますねんああ深いねなかなかお誰だお前俺を偽るのはお前か 霧島。はてやはり姿は俺か。何者だ。ん名乗る気はないかならば力ずくで暴くの。おお、切ったぞ。なんだ、手応えがない。どうなってるおい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 。ここは一旦引くか。剣の達人でもあるのかな